こんにちは、西岡明彦です。本日はエミレーツスタジアムでの一戦です。なお今日はファールをあまり取らない主審ですね。ゲームが荒れないといいのですが。アーセナルキックオフ、試合開始です。セスク・ファブレガス、パスを出していった。ここはボールを奪いに行きます。ボールを自陣でキープしました。ここはビルドアップしたい。モドリッチ、ベイルがプレーに絡んでくる。決まる。このシュートは力が入りすぎました。このボールは通さない。デフォー、ここにいるのはクラウチ。来た、パスが通った。ボールダッシュを狙います。ボールがフリーになりました。シュートはブロックされました。ヘッドでシュート、キーパーにボールが収まります。ナスリがこれを抑えます。これはシャマフ、枠を捉えられませんでした。さあどうきますか。ボールは戻されます。この線、これはオフサイド。この判定は大きい。オフサイドですか。ほんのちょっとでしたね。ここはボールを奪いに行きます。さあ岡田さん、アーセナルですが今日はしっかりと勝利を挙げたい試合ですね。はい、こういう自分たちとほぼ同レベルの相手に対してどのような試合をするかは重要な問題ですからね。大事な試合ですよ。アーセナルのチャンスが来ました。イエス、ゴール決まった。決してパワフルというわけではないんですが、落ち着いて冷静に決めますね。岡田さん、そうなんですよね。ここの場面でこれだけ冷静になれる選手というのはそうそういうもんではないですよ。アーセナルのリードで試合が続きます。さあキックオフです。ここでかわしました。さあゴール、同点となります。アーセナルはうまく世代交代を成し遂げた印象があります。はい、若手の登用もうまくいって、これまでくすぶっていた選手がしっかりチャンスを、チャンス、素晴らしい飛び出し、そして素晴らしいセーブ、完璧でした。こういうプレーは味方やサポーターを乗せてくれますからね。重要なプレーになりましたね。クラウチ、ボールを奪おうとします。ボールを奪ったのはアーセナル。ファンペルシー、これは守る側に危険信号だ。
彼がシュートを外すことはめったにありません。どうだ。ジャーメイン・デフォートム・ハドルストーン前に出しましたが気を抜けません。トットナムのスローイン。ここにデフォー、ここはボールを奪いに行きます。トットナム深い位置でスローインを取りました。ソング、シャマフ、雰囲気がありますアルシャビン。予感のあるパスがつながった。ナスリ、鋭い読みでカット。レノン、この選手がベイルです。ここはボールを奪取しました。ファブレガス、ボール奪取を狙います。デフォークロス上がった。モドリッチ、コーナーキック。トットナム、頭できた。ゴールが決まった。今日はこれで2ゴール目。ハットトリックもあるんじゃないですか。蹴る瞬間の動きでディフェンスの対応が一瞬遅れましたね。いい動きですね。さあキックオフ。アーセナル苦しい状況ではありますが、勝ち方を知っているチームです。まだ分かりません。シャマフ、この選手がモドリッチです。ボールに打ってきた。キャッチします。シャマフ、決定的。キーパー飛び出して見事ボールを奪いました。勇気ありましたね。なかなかいけない場面ですよ。モドリッチ、ガレス・ベイル。前半終了を告げるホイッスルが鳴り響きます。あとレフリートットナムがリードで後半キックオフです。さあボールを取りに行った。立ち上がれません。大丈夫でしょうか。セスク・ファブレガス、ボールを取りに行きます。モドリッチ、ボールを奪いに行く。またも見事なタックルです。今日はかなり安定していますね。ここからアーセナルのギアが上がると、相手がボールを奪い攻撃を止めました。クラウチ、もう前しか見えない。通ったぞ。ボールを蹴り出したい。これはどうなりますか。いました、レノンです。モドリッチ、ジャーメイン・デフォー、よく相手、すでにサポート。ゴール、ゴール、ゴール。
ここまでのシュート数です。さらに追加点です。これはもう力の差が完全に出てしまったというところでしょう。ボールウォッチャーにならずにうまく詰めてましたよ。シャマフ、彼は空中戦が得意です。どんどん高いボールを上げてくるかもしれませんね。アルシャリン、入るか。これは惜しかった。そして危なかった。ちょっと寄せが甘かったですよ。いました、ハドルストンです。通った、いい形になる。完璧なタイミング、前に飛び出して相手に仕事をさせません。いやー、まさに完璧なタイミングの飛び出しでしたね。ディフェンスがなんとかクリア。ここにデフォー。この動きがモドリッチのプレーです。しっかり潰す、カットします。これはファンペルシーが出ていますね。オフサイドです。フェルマーレン、シャマフ、ファブレガス。これではディフェンスたまらない。中にボールが入り、危ないところでなんとかクリアしました。さあどうする。効果的なパスが通る。抜群の飛び出しを見せました。素晴らしいセーブを見せています。迷いがありませんでしたよ。これは大事なプレーになりますよ。ナスリがここにいました。これはパスミスになった。戻します。よく見えています。いいパスだ。シュートを打つしかない。あと誰か反応しているか。カットを狙います。ルカ・モドリッチ、いいボールが入りそう。これはキーパーのボールです。一回落ち着かせたいですね。ベイルがプレーに絡んでくる。いいパスつながった。ボール、ルーズボールです。どっちだ。ここはキーパー、安定したいい動きですね。パスで効果的に崩していきます。そうですね、ディフェンスに的を絞らせていませんよね。非常に効果的なパス回しが。ここで打つ。ボールを抑え込みます。攻撃参加の人数を増やしてゴールを奪いに来ます。はい、どちらが取るかは分かりませんが、次の1点は重要ですよ。ここはボールを奪いに行きます。シュート、跳ね返る。レノン、シャマフ、中にはどうだ。あと旗が上がりました。これはオフサイド、厳しい判定です。オフサイドになるということは狙っているということでもありますからね。どちらもここで選手の交代があるようです。ソング、アルシャビン、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ここから攻撃を組み立てられるか。ボール支配率です。この動きがアルシャビンです。
ボールダッシュを狙います。仕掛けてきました。ここにサニアがいます。アンドレイ・アルシャビン、どうする。ディフェンスに当たる。アーセナルのコーナーキックです。さあフレッシュな選手が入ります。2人のキーパーからの大声での指示が緊張感を表しています。試合を左右するコーナーになるでしょう。相手にボールを取られました。このコーナーは失敗です。どうなる。ここで試合終了。トットナム見事な勝利です。今日の試合の実況は私西岡と解説は岡田武史さんでお送りいたしました。ではごきげんよう。さようなら。